アポロ1号はアメリカ合衆国のアポロ計画において1967年2月21日の発射を目指して準備が進められていた最初の有人宇宙飛行計画である AS-204 の指定番号が与えられている同年1月27日ケープカナベラル空軍基地34番発射台上で発射の予行演習を行っていた際に発生した火災により 船長ガスグリソム、副操縦士、エドワード・ホワイト、飛行士、ロジャー・チャーフィーの3名が犠牲になり、司令船も消失した。アポロ1号の名は当初は乗員たちによって任意に、称されていたが、1967年4月24日、NASA はこの事故を記憶に留めるため、正式にこれを計画の番号とした。火災発生直後、NASA は原因究明のために、 アポロ240個調査委員会を招集した。出荷の直接の原因は究明されることはなかったが、飛行士の生命を奪った要因は、初期型アポロ司令船の設計及び構造における、広範囲な致命的な欠陥に起因するものであると、された。これらの問題が修正されるまで、アメリカの有人宇宙飛行計画は20ヶ月間、中止された。この計画で使用される予定だった。 サターン IB 型ロケットは、後に月着陸船の最初の無人飛行実験である、アポロ5号に流用された。アポロ計画における最初の有人飛行は、水中脱出訓練に参加する乗員たち。1966年6月1966年4月から12月、編集全員、アポロ9号の搭乗員として、 飛行1966年12月から1967年1月、編集全員、アポロ7号の搭乗員として飛行、ケネデ宇宙センターに到着した、アポロ1号に搭載される、司令船 CM-012。1966年8月26日 AS-204 は、サターン IB 型ロケットで、 地球周回軌道に打ち上げられ、アポロ司令船及び機械船の初の有人試験飛行となるはずであった。ノースアメリカン社が製造した指令、機械船 CSM-01 には、月面への着陸方法で、月周回ランデブー方式が採用される前に、設計された、いわゆるブロック1と呼ばれる初期型バージョンであるため、月着陸船とのドッキングに必要とされる装置は、搭載していなかった。 ブロック1の2号機は1966年の終わりに製造がキャンセルされた。またこの後のアポロ計画のすべてで飛行したブロック2と呼ばれるバージョンはこの事故を教訓としてあらゆる点で改良が加えられた。AS-204 は地上の追跡装置や制御施設、またアポロサターンの発射機構などロケットの発射作業を試験するためのものであり。 宇宙船が順調に機能すれば2週間以内で終わるものとされていた。1966年3月21日、NASA は最初の有人飛行の搭乗員にグリーソム、ホワイト、チャフィーを指名したことを発表した。また1号のバックアップ要員には、ジェームズ・マク・ディビット、デビット・スコット、ラッセル・シュー・エイカートが、ブロック1の2号機の搭乗員には、ウォルター・シラー、アイする。 ウォルター・カニンガムが任命された。当時 NASA はこの飛行で同年11月に発射される予定のジェミニ計画最後の飛行であるジェミニ12号とのランデブー及びドッキングができないかと検討していた。だが5月にはアポロ宇宙船の基本設計が未だ実際に飛行できるレベルにまでに到達せず、またジェミニとの互換性を組み入れるための十分な時間が確保できなくなったため、 この企画は実現性がなくなり、最終的に1966年末の発射の予定が1967年2月21日にまでずれ込んだことにより、計画倒れのものとなった。グリソムは、もしこの決定がなされなかったら、滞在可能日数ギリギリの14日間まで、軌道上に留まる覚悟をしていた。指令船のシミュレーターで訓練する、チャフィー、ホワイト、グリソム。 1967年1月19日、1966年8月4日に発行された新聞の記事では、この飛行はすでにアポロ1号と呼ばれていた。また8月26日に、ケネディ宇宙センターに到着した CM-A12 の梱包には、ノースアメリカン社によってアポロ1のラベルが貼られていた。1966年10月、NASA は1号に、 小型のテレビカメラを搭載し、司令船から生中継の映像を送ることを発表した。このカメラは、管制センターが飛行中の船内の景気板を監視するためのものでもあった。船内カメラは、この後のすべてのアポロ計画の有人飛行で使用された。AS-204 の後には、1967年の8月と晩週に2度の飛行が行われる予定だった。 このうち2回目の有人飛行に予定されていたのは、サターン IB にブロック2の指令、機械船を搭載して発射するもので、無人のサターン IB で発射された月着陸船とのランデブーとドッキングを地球周回転軌道で行うものであった。1966年12月、ブロック1の2号機は不必要であるとしてキャンセルされたため、シラー、愛するカニンガムの3飛行士は、 アポロ1号の予備搭乗員に再配置された。マクリビット、スコット、シュウエイカーとの3名は、ブロックに指令、機械船及び月着陸船の飛行計画の主、搭乗員に昇格し、AS-204 の事故が発生した後は、指令船 CM-101 号機でトレーニングを開始した。3度目の有人飛行では、フランク・ボーマン、マイケル・コリンズ、 ウィリアム・アンダースの3飛行士を登場させ、司令船、機械船、ガッツ着陸船のすべてのアポロ宇宙船を、サターン V 型ロケットで地球周回大軌道に打ち上げることが予定されていた。1966年6月、グリソ村は、アポロ1号の名を冠した、計画の気象をデザインする許可を得た。気象の中心には、発射地点のフロリダを含むアメリカ南西部を背景に、して飛行する。 司令船と機械船が描かれている。また遠くには月が見えていて計画の最終的な目標を象徴している。絵を取り囲む金縁の中には計画名と飛行士名が記され、さらにその周囲は正常期をあしらった円で囲まれている。気象は飛行士たち自身がデザインし、ノースアメリカンのシャインアレン・スティーブンスが作成した。飛行士たちのアポロ宇宙船の火災その他の問題に、 対する懸念を表すため、アポロ宇宙船計画室のジョセフシー局長に送られた写真。1966年8月19日、アポロ指令、機械船は、それ以前に設計された、どの宇宙船よりも大きく、またはるかに複雑なものであった。1963年10月、ジョセフシーが、アポロ宇宙船計画室室長に任命された。同室は、指令。 機械船と月着陸船双方の設計及び製造を担当する。1966年8月28日に指令、機械船 CM-012 がケネディ宇宙センターに搬送されてきたとき、そこには予定されていた技術的な変更のうち113箇所が手つかずのままであることがわかり、さらに搬送された後にも623箇所の変更が加えられた。グリソムは、 本物の宇宙船の変更についていくことができない、シミュレーション担当の技術者たちの無能さに、フラストレーションを感じていたため、自宅の庭になっているレモンを取ってきて、それをシミュレーターの上からぶら下げたことがあった。宇宙船が搬送されてくる一週間前の九百六十六年八月十九日、C 自身も参加して、宇宙船に関する検討会が開かれたが、その中で飛行士たちは、 道具を船内のいろいろな場所に留めておくのに便利なようにと技術者たちが取り付けたナイロンやベルクロなどのような大量の可燃性の物質に関する懸念を表した。C は宇宙船には問題はないとしたが会議の後で飛行士たちは宇宙船の模型に向かって頭を垂れ祈るように手を合わせている写真を撮り以下のようなメッセージをつけて C に送り付けた。 私たちはあなたを信用していないわけじゃありません。ジョーでも、今回ばかりは、あなたの頭の中を調べてみたいと思います。C は、可燃物を船内から取り除くよう、部下を通して、ノースアメリカンに命じたが、彼自身はこの問題を監督しなかった。人間はしばしば、この種のことから目を背けたがるものかもしれませんが、破局的な事態に陥る。 可能性というのは常に存在するのです。これはどんな飛行でも同じです。初飛行でも起こりうるし、最後の飛行でもそうです。だから、万が一の事態に対しては、常に最善を尽くして備えておかなければなりません。よく訓練された飛行士たちがいてこそ、初めて飛行は実現されるのです。1966年12月、ガスグリソムへのインタビューから、 アポロ1号のハッチは外装と内装の二つで構成されている。内装は内側に開くため、船内の気圧は外気圧よりも高くなってはならない。上昇中の動圧や緊急脱出用ロケットの燃焼ガスから機体を守るための保護カバーは、この写真では見ることはできない。1967年1月27日、宇宙船につながれている電線や供給ケーブルを 切り離し、内部電源だけで作動できるかどうかを検査する試験が行われた。この試験の成否に来る2月21日の発射が成功するかどうかがかかっていた。ただしこの時は宇宙船とロケットの双方には極低温の燃料や酸化剤は搭載されておらず、また爆発ボルトは使用できない状態にされていたため、試験自体は危険なものではないと認識されていた。 午後1時、3飛行士が完全に、弱圧宇宙服一式を着込み、グリソム、チャフィー、ホワイトの順で司令船に乗り込んだ。だが、作業員がシートベルトを締め、酸素パイプや通信機器のケーブルを宇宙服につないだところ、早速問題が発生した。グリソムが宇宙服の中を循環している空気の中に、彼が言うところによれば、発光した。 バターミルクのような異臭を感じたのである。そこで空気のサンプルを抽出するため、午後1時20分に模擬の秒読みが中断された。この異臭の原因は結局究明することはできなかったが、午後2時42分に秒読みは再開された。再開から3分後、ハッチの密閉作業が始まった。ブロック1のハッチは3つの部分から構成されていた。 内側から1番目は取り外しができる内部ハッチで、これはハッチを開けた際に船内に残る。2番目は蝶津街のついた外部ハッチで宇宙船の外部を覆う熱保護シールドの一部となっている。3番目は発射時に大気圏内を上昇する際の熱から指令船を保護するためのカバーの中に組み込まれているものである。このカバーはまた緊急脱出用ロケットが 司令船を牽引する際の燃焼ガスから司令船を保護する役目も持っている。外部カバーのハッチの下には電源や燃料を供給するためのケーブル類が張り巡らされており、またカバー自体も柔軟性を持つ素材で作られているため全体がわずかに歪んでいる。そのためカバーハッチは一部が固定されていただけで全体が正しい位置には収まってはいなかった。ハッチが閉じられると 機密室内の空気は高圧の純水酸素に入れ替えられた。ところがここでさらなる問題が発生した。一つは警報器を誤作動させた宇宙服内の高濃度の酸素流動である。この原因は飛行士が体を動かしたことによるものであると考えられた。宇宙船の感性誘導装置とグリソムの相和状態になりっぱなしのマイクロフォンが この動きを誤って検知したのである。3番目の大きな問題は、搭乗員、管制検査ビルディング、34番地下号式複合管制室を結ぶマイクルフォンの、この、総和状態になりっぱなし状態であった。グリソムはこれについて、この3カ所の間で会話ができなかったら、俺たちは、どうやって、月に行けばいいって言うんだいと言っていたほどであった。午後時分。 これらの問題解決のためにもギカウントダウンは再度停止された。電力供給のシミュレーションを含むすべての秒読み作業は午後6時20分までには完了したが、6時30分の時点で秒読みは発車10分前の状態にとどめ置かれていた。1号のキャビンの中に残る黒焦げの残骸搭乗員たちはこの待ち時間の間にチェックリストの再点検を行っていた。 午後6時30分54秒、電圧計がほんの一瞬だけ上昇するのが記録された。10秒後、チャフィーが、おいと言い、その後何かを引きずるような音が3秒間続き、グリソムが、火が燃え始めていると伝えた。続いてチャフィーが、操縦室内で火災が発生していると報告し、ホワイトがそれに応答した。12秒後、チャフィーが、他の乗組員たちに司令船から脱出するよう、 促した。いくつかの目撃証言によると、ホワイトは、テレビの画面内で火が、左から右に燃え広がる中、内部ハッチ開閉用のハンドルに手を伸ばそうとしていたと、いう。最初に、火災の報告があってから17秒後の午後6時31分21秒、誰かの悲鳴が聞こえた直後に突然通信が途絶えた。火災ガスにより、船内の気圧は29プシーまで上昇し、 その後爆発が発生して、船内の機器が破壊された。船室の壁が破壊された後、燃え上がった炎で真っ黒に焦げた、指令船。燃焼ガスと炎は、解放されていた点検窓から吹き出して、整備棟の二層の足場をなめ、指令船の外壁を駆け上がった。地上の作業員のために用意されたマスクは主に、 有毒ガスに対処するためのもので、煙に対してはあまり役に立たなかった。そのため強い熱と濃い煙に妨げられ、救助隊員たちの救出活動は遅れた。さらに燃え盛る、指令船のすぐ上には、緊急脱出用ロケットがあった。もしその固体燃料に引火すれば、一瞬で近くにいる隊員たちが命を落とす恐れがあった。酸層のハッチをすべて開けるのに、 5分が費やされた。だが一番内側のハッチは操縦室内に落とすことができなかったため、隊員たちは設計とは違う方法で横に引っ張り開けなければならなかった。この頃には指令船はすでに沈下し、船内の酸素の圧力も下がっていた。景気板上のライトはまだ点灯していた。救助隊員らは濃い煙に視界を妨げられ、最初は飛行士たちの姿を確認することはできなかった。 煙が薄まってきた時、ようやく彼らは船内に遺体が横たわっているのを発見した。炎はグリーソムとホワイトのナイロン製の宇宙服の一部と宇宙服と生命維持装置をつなぐホース類を溶解させていた。船外から見て左側にある船長席のグリーソムはシートベルトを外して宇宙船の床に倒れていた。中央席のホワイトはハッチのすぐ目の前にいた。 彼のベルトは焼き切れていた。後の検証により、ホワイトは緊急時のマニュアルに従って、ハッチを開けようと試みたが、外気圧よりも船内の気圧が高かったため、内側に開く構造の内部ハッチを開けることができなかったものと断定された。一番右側のチャフィーは、シートベルトを締め天井を向いた姿勢のまま座席に横たわっていた。 彼は緊急時にはホワイトがハッチを開けるまで外部との通信を受け持つというマニュアルにまさに最後の瞬間まで忠実に従っていたのである。1966年3月17日、ジェミニ8号が軌道を周回している最中に姿勢制御用ロケットが異常を噴射するという事故が発生した。これを受けて NASA 副長官ロバート C ・マンズは百六十六年四月十四日、 飛行が失敗した際の事故調査の方針と手順を明確にする管理指令8621.1を作成し実行した。これはそれまであった NASA の事故に対処する手順を修正したもので軍の航空事故調査手順を基本にしていた。ここでは宇宙及び航空に関して我々が言ったことで発生したすべての事故に関して原因を調査し記録して その調査結果と勧告に対して適切で正しい行動を取るのが NASA の方針であると明言されている。火災発生後、シーマンズは直ちにフロイド・トンプソンを委員長とし、宇宙飛行士のフライク・ボーマンや宇宙船設計者のマキシム・ファゲット他6人のメンバーで構成されるアポロ204調査委員会を立ち上げた。将来的に起こり得る。 議害関係の衝突を避けるため、NASA 長官、ジェームズ・ウェブは、リンドン・ジョンソン大統領から、NASA の内部調査を行うための承認を得、議会に届け出た。ウェブが表した NASA 公式記録によれば、ウェブは、ジョンソン大統領のところに赴き、NASA が事故調査及び事故からの復旧を指揮できるよう、要請した。彼は、自らや NASA 幹部の自己責任追及については、 誠意をもって適切に対応することを誓ったシーマンズは直ちにアポロ1号に関するすべてのソフトウェア及びハードウェアを差し押さえ調査委員会の管理のもとに置くことを命じた。2月3日、コーネル大学教授とノースアメリカンのアポロ計画担当主任技術者の2人のメンバーが委員会を離れ合衆国鉱山局の教授が新たに加わった。委員会は火災を起こした。 CM-012 の内部を綿密に調査した後、全く同じ構造を持つ CM-014 を解体し、部品の一つ一つに至るまで徹底的な検査を行うことを命じた。また犠牲となった飛行士たちの検視結果を精査し、関係者の目撃証言も集めた。c ーマンズはウェブに調査の進行状況の報告書を毎週提出し、 1967年4月5日に委員会は最終報告書を発表した。委員会によれば、グリソムは全身の30%以上に第3度の熱傷を負い、彼の宇宙服はほとんど消失していた。ホワイトは全身の半分近くに第3度の熱傷を負い、宇宙服は4分の1が消失していた。チャフィーは全身のほぼ4分の1以上に、 第3度の熱傷を負い、宇宙服は一部が損傷していた。後の調査で、飛行士たちの死因は、火災で発生した有毒ガスを吸い込んだことによるもので、あることが確認された。だが、グリソムの未亡人ベティグリソムは後に、法廷で、飛行士たちは NASA が公式発表した時間よりも長く、生存していたと主張した。CM-A12 に関する文書は欠落している。 ものが非常に多かったため、委員会は当初は、事故発生時に船内に何が設置され、何が中に入っていたのかを特定することができないほどであった。委員会は、事故の原因として、主に以下の1から5までの5つの要素を挙げ、それぞれが関連して火災を発生させ、飛行士たちの死を招いたものであるとした。1、出火元、編集調査委員会は、 23時30分55秒に瞬間的に船内の電源が落ちたことを突き止めた。また、内部機器の数箇所に電気的な火花が飛んだ痕跡があることを発見したが、そのうちのどれが出火元であるかを特定することまではできなかった。だが少なくとも操縦室底部左側の環境制御機器の近くであったことは間違いないだろうと結論付けた。また、 委員会は中央部座席の近くにある環境制御機器の銀板の上に固定された銅線を大ウテフロンの被膜が点検扉の度重なる開閉によってすり減り電線がむき出しになっていたことに着目したこの欠点はまたたびたび漏洩を起こしていたエチレングリコール水冷却機の接合部分の近くを通る電線でも見られていたエチレングリコール溶液を銀の電極で 電気分解する手法は、激しい発熱反応を引き起こす、可能性がある極めて危険なもので、純水酸素の中で行われた、指令船の腐食試験では、グリコール溶液が発火したことがあった。1968年、マサチューセッツ工科大学の物理学者のチームが、ケネディ宇宙センターに赴き、アポロ8号のために、準備されている、指令船 CM-103 で、 静電放電の試験を行った。この中で彼らは実際の飛行に使用するときと同じナイロン製の宇宙服を被験者に着せて操縦席に座らせ、どれほどの静電気が発生するのかを検電器を用いて測定した。MIT の調査によれば、被験者がシートの上で体を動かしアルミニウムの軽基板に触れるたびに出火させるのに十分な電圧を持った。 静電気が繰り返し検出されたという。2、船内の可燃性物質。編集調査委員会は、火元の近くにあった多くの種類とレベルの可燃性物質について言及した。NASA の上院システム部は、船室中に34平方フィートものベルクロを敷き詰め、その様子はさながらカーペットのようだった。ベルクロは100%純粋な酸素の下では、 爆発性があることが発見された。また船内には合計で70ポンドにもなるその他の非金属の可燃性物質が取り入れられていた。宇宙飛行士バズ・オルドリンは著書地球から来た男たちの中で可燃性物質は8月19日に登場員たちとジョセフ氏の要求に従って取り除かれたが8月26日に司令船がケネディ宇宙センターに届けられる前には また取り入れられてしまっていたと明らかにしている。3. 純水酸素編集ケネリ宇宙センターの機密実験室に設置された指令船に乗り込む1号の搭乗員たち。1966年10月18日、プラグ切り離し試験は、船内を海面レベルの大気圧よりにプシー高い、発射前に予定されている16.7プシーのレベルまで純水酸素で加圧して、 発射手順の模擬実験をするために行われた。これは通常の大気におけるプシーより5倍以上も高い酸素濃度でこの環境では普通は燃えることはないと考えられる物質でも容易に発火することがある。高濃度酸素はマーキュリー計画やジェミニ計画の時から一貫して使用されているものであった。発射時の船内の気圧は窒素を含む大気を純水酸素に置き換えるために 意図的に外界よりも高くされていた。発射された後は、船内気圧は飛行士が呼吸するのに、十分な酸素を供給しながら、火災の危険性を取り除くため、通常飛行の時のゴープシーまで下げられる。1号の搭乗員たちは、この手順は1966年の10月18日と19日に、完成検査ビルディングの機密実験室に設置された指令船で、経験済みであった。 また予備搭乗員のシラー、アイるル、カニンガムも12月30日に同じ訓練を行っていた。マーキュリー宇宙船を設計した当時、NASA は発射時の火災の危険性を除くために窒素と酸素の混合技を使用することを検討したが、以下の2つの観点から排除された。1つは窒素を含んだ空気を飛行中に減圧すれば、減圧症を引き起こす明らかな危険性があったからである。 他のガスを使わないで酸素のみを使用するという決定は1960年4月21日にマクドネルエアクラフトのテストパイロット GB ノースが機密実験室でマーキュリー宇宙船と宇宙服の余圧システムを検査していたとき意識を失い重傷を負ったことを受けて明確にされたこの事故は酸素よりも窒素を多く含む空気が 戦室から宇宙服の中に入り込んだことで起こったことが明らかにされた。ノースアメリカンはアポロ宇宙船には窒素と酸素の混合技を使用することを進言していたが NASA はこの事故を受けてその提案を却下した。また第2の理由として窒素は本来人間の呼吸には必要のない物質で純水酸素を使用すれば余分な窒素を宇宙に持っていかなくて済み。 その分だけ重量を削減できるというメリットがあった。BBC の NASA、その異形と悲劇というドキュメンタリー番組の中でマクリビットは NASA は100%純粋な酸素が火災に対してどのような影響を及ぼすかということに関しては何も考えていなかったと証言した。他の飛行士たちもガツの影という番組で同様の発言をした。副長官のシーマンズは NASA の技術上の最大の過ちは、指令船の火災実験を行わなかったことであったと述べた。4. ハッチの設計。編集船内の気圧は絶対値で16.7プシー。あり、外気圧よりも2プシー高く、少なくともそれが廃棄されるまでは、副操縦士はハッチを開けることはできなかった。緊急時の手順では指令船操縦士が排気口を開けることになっていたが、この装置は、 火元の近くにあり、仮に、それで、通常の空気が排出できたとしても、火災で発生した、絶対値で少なくとも29プシーもある高圧のガスを排出することは、全く不可能だった。ノースアメリカンは、当初は、マーキュリー宇宙船で使用されていたように外側に開き、緊急時には爆発ボルトで吹き飛ばせるようなハッチを使用することを進言していた。だが NASA は、 グリソムが登場したマーキュリー・レッドストーン4号の時のように誤って開いてしまう可能性を考えたためこの提案を却下しブロック1では内側に開く形式を採用した。事故発生前、飛行士たちは外側に開く形式のハッチに変更することを推奨しており、そしてこれはすでにブロック2の設計の中に組み込まれることが予定されていた。 会員校長会でのドナルド・スレートン飛行士の証言によれば、この変更は緊急時への対処というよりも、宇宙遊泳をする際や地球に帰還した時に船外に出ることを容易にするためのものだった。5、緊急時への備え、編集調査委員会は、設計者が危険を予測し対処することができていなかったことに言及した。例えば、防毒マスクのような用具は、 この種の火災に対しては適さないものであったし、救助隊や療班は待機していなかった。また宇宙船周囲の作業場所や通路には、緊急事態に対応していない階段やスライド式ドア、急カーブなど多くの障害物があった。アポロ1号事故に関する上院校長会で、証言するシーマンズ、ウェブ、ミューラー、フィリップス。上下両院は、 宇宙計画監督委員会と共に直ちに独自の事故、調査委員会を立ち上げた。同意には合衆国上院航空宇宙、科学委員会のメンバーも含まれ、委員長は、クリントン・プレスバ・アンダーソン上院議員であった。副長官シーマンズ、長官ウェブ、友人宇宙飛行監督官、ジョージ・ミューラー、そしてアポロ計画指揮官のサミュエル・フィリップス、空軍少将が、弔問のために招集された。 2月27日の公聴会で、ウォルター・モンデール上院議員は Web に対し、ノース・アメリカンがアポロ計画の契約において発生させた異常なほどの多くの問題について書かれた報告書を読んだことがないかと尋ねた。Web は読んだことはないと答え、承認席にいる部下たちに次を譲った。ミューラーとフィリップスもそのような報告書は知らないと答えた。 だが事故が発生する1年と少し前の1965年のクレ・フィリップスはアポロ司令、機械戦とサターン5型ロケットの第2弾の不十分な品質、スケジュールの遅れ、経費の超過などといった諸問題の原因を調査するタイガーチームという組織を指揮していた。彼はタイガーチームが明らかにしたことをミューラーやシーマンズに口頭で明らかにするとともに ノースアメリカン社長リー・アットウッドに送るべき覚書を示した。ミューラーはその覚書にアットウッドに対する彼自身の意見を強い口調で添付していた。モンデール議員はこの時のことを記録したフィリップスレポートの存在について必要に追求した。シーマンズはもしかしたらモンデールは議事録のコピーのようなものを押さえているのではと恐れた。そこで彼は 受け負い企業というのはしばしば悲観的な見解を与えられるものだが、少なくとも自分はそのような極端な報告を受けたことはないと曖昧な答弁を繰り返した。フィリップスは議会に対し、フィリップスレポートなるものは論点にすべきではないと主張したが、モンデールは折れなかった。そして重大な問題を議会に対し隠蔽し、疑瞞を重ねるウェブの態度に激怒し、 ノースアメリカンを元受けに指名した NASA の選択に大いに疑問を抱いた。最終的にウェブはフィリップスレポートを議会に提出したが、後にシーマンズが記したことによれば、ウェブは公聴会からの会議のタクシーの中でフィリップスレポートの存在を発覚させるような供述をしたことについて、シーマンズを激しく非難したという。委員会は最終報告書で、 フィリップスのタイガーチームが発見した諸問題は事故に影響を与えたり事故を導いたりまた事故に関連するものではなかったと結論付けたが同時にその状況については報告されてかるべきであったとも述べた新人議員のエドワード・ブルックとチャールズ・パーシーは委員会の報告書に追加的な観点という項を共同で記して付記しその中で フィリップスレポートは議会に明らかにされるべきだったと、やや強い口調で表明した。モンデールは彼自身の追加的観点の中で、最も強い口調で不満をあらわにした。一方で、ジョンソン大統領がアポロ計画を支援していることも、この計画を頓挫させかねない政治的な脅威の多くを占めていた。彼は、その当時、自身の上院議員としての経験から、 ある程度の議会への影響力を保持していた。ジョンソンは発足当初からの NASA の筋金入りの支持者で、1961年に当時のジョン・カイ・ケネディ大統領にアポロ計画の遂行を推奨し、それがケネディの伝説の一部となるよう画策したのも彼であった。NASA とノースアメリカンの関係は責任の所在をめぐって険悪なものになった。ノースアメリカンは自社は 宇宙船の空気循環システムの致命的な欠陥には責任がないと主張したが認められなかった。最終的にウェブはアットウッドと接触し彼と主任設計者ハリソン・ストームズ両名の辞職を求めアットウッドはそれを受け入れた。一方で NASA の側では C は事故の余波の中で任務に適さないとして地位から退けられたが解雇されることはなかった。 1961年3月、ソビエト連邦の宇宙飛行士、バレンチン・ボンダレンコが、高濃度の酸素で満たされた、機密室で発生した火災により死亡した。ソ連は、この事実を20年以上も隠蔽していたため、もし NASA がこの事故を知っていたら、アポロ1号の悲劇を防ぐことはできていなかっただろうかという憶測を生むこととなった。1962年、テキサス州産。 アントニオのブルックス空軍基地でディーン・スミス空軍大佐が同僚らと共に高濃度酸素の機密室事件をしていた際爆発事故が発生した。機密室は吹き飛んだがスミスと同僚たちはかろうじて助かった。海面気圧まで高められた100%純粋な酸素で火災が発生する可能性は1967年の段階ではよく知られていたもので 1950年代から60年代にかけては多くの死亡事故が報告されていた。雑誌、航空、宇宙の1966年版では、奇妙なのは最初の宇宙飛行でさらされる危険は宇宙ではなく地上にあったということだとし、さらにアポロ計画には安全に関する、議定書といったようなものが完全に欠落していたと述べられている。一号が、 致命的な事故を起こす以前に、この危険性について発せられた警告としては、以下の合衆国交文書や、ヒューストンの NASA から直接出されたものがある。事故は、アポロ計画に対する多くの疑問を招いたが、技術陣や幹部は、計画を進めた。非公式官のジーン・クランツは、事故から3日後に管制室に部下を召集し、演説を行った。その内容は、後に、 NASA の基本原則となった。事故発生前のアポロ計画を取り巻いていたエラーや全体的な姿勢について、彼は我々はスケジュールを守ることに関してあまりにも熱心でありすぎたため、毎日の仕事で目にするすべての問題に対する注意が欠けていた。計画に関するあらゆる要素に問題があり、それは我々自身に関しても同じだったと述べた。彼はスタッフに 自分たちのあまりの熱心さが逆に招いてしまった危険さと残酷な結末について思い起こさせ、管制室にいるすべてのチームのすべてのメンバーに対してタフで有能であれという新たな方針を示し、少なくとも NASA のすべての計画についてそれを徹底することを求めた。36年後にスペースシャトルコロンビア号の事故が発生した時、NASA 長監視員オキーフは クランツの演説を引用し、そこにアポロ1号の飛行士3名とコロンビア号の搭乗員7名の名誉を称えることを付け加えた。この事故によりアポロ計画は検証と再設計のために中断された。指令船は極めて危険なもので不注意で誤って組み立てられていたような事例もいくつか発見された。残っているブロック1の指令船は サターン5型の無人の発射試験のために使用し、すべての有人飛行には改良を施されたブロック2を使用することが決定された。主な改良点は以下の通りである。宇宙船の製造と整備については徹底的な規約が実行された。2009年7月、アポロ11号の月面着陸から40周年にあたる、この年、アポロ計画の宇宙飛行士、 チャールズ・デュークは1号の自己調査及び再設計に関する記録文書をカンザス州ハッチントーンにあるカンザス宇宙センターに寄贈した。この文書はデジタル化されインターネットで誰でも閲覧できるようになっている。飛行士の未亡人たちは夫たちがやり遂げることができなかった飛行のためにアポロ1号の名称を残してほしいと願った。 これを受けて NASA 友人飛行副長官、ジョージ・ミューラーは1967年4月24日、AS-204 をアポロ1号として記録し、飛行を成功させることができなかった、最初のアポロサターンの友人地上試験とすることを公式に定めた。アポロではこれ以前に、すでに AS-201、AS-202、AS AS-203 の3回の無人飛行が行われていたため、次に予定されていた最初のサターン5型ロケットの無人発射試験はアポロ4号となり、これ以降の飛行はすべて発射された順に番号が振られることになった。最初の3回の飛行に対しては特に番号を指定することはなく、アポロ2号とアポロ3号は欠番となった。 サターン5型ロケットと月着陸船の開発はもともと作業が遅れていた。遅延を取り戻すため無人の発射実験が次々と行われた。サターン5の初の発射実験は1967年11月9日に実施された。1号で使用されるはずだったサターン IB 型ロケットは34番発射台から 降ろされ、37番発射施設で補修を受けた後、1968年1月22日に、月着陸船の初の無人発射試験のために使用された。サターン後の2度目の無人発射試験である AS-500 には、1968年4月4日に行われた。グリーソムラの予備搭乗員だったシラー、愛するカニンガムは、 最終的に1968年10月22日、ブロック2型アポロ宇宙船の初の有人飛行である AS-205 に登場した。グリソムとチャフィーはアーリントン国立墓地に葬られた。ホワイトはニューヨーク州ウェストポイントの陸軍主管学校に埋葬された。彼らの名前はまたフロリダ州メリット島のケネディ宇宙センターに混流されている。 宇宙計画で犠牲になった人々の名前を刻印するスペースミラー記念碑にも記されている。アポロ1号の気象は人類初の月面着陸となったアポロ11号の飛行で月の表面に残された。34番発射台は1号の火災の後アポロ7号の発射のために一度だけ使用され、その後取り壊された。コンクリートの土台や鉄骨などは 今も当時の場所に残されている。土台には事故について記した2枚の碑文が埋め込まれていて、そのうちの1枚には、34番発射施設1967年1月27日、金曜日18時31分アポロ1号、搭乗員を記念して、アメリカ合衆国空軍中佐、バージルアグリソムアメリカ合衆国空軍中佐、エドワード H ホワイト2世アメリカ、 合衆国海軍少佐ロジャービー・チャーフィー彼らは、その生命を人類に残された最後の辺境を開拓する国家の事業のために捧げた。彼らがなぜ命を落としたのかではなく、どのような理想のために生きたのかをここに記す。もう一枚には、残された者たちが宇宙に到達できるようにするための究極の犠牲を捧げた者たちを記念して、 アドアストラパー・アスペラ・アポロ1号の登場員たちに、神の祝福あれ、と記されている。2005年1月、飛行士のうちの1名の大学時代の同窓生らによって、発射台跡の南側の縁のところに、幹の加工岩製のベンチが建てられた。それぞれのベンチは、各飛行士に対応していて、氏名及び軍における階級が記されている。1号の飛行士の遺族は、 毎年ここで行われる記念式典に招待されている。また、ケネディ宇宙基地の見学者センターに事前に申し込めば、特別ツアーで34番発射台跡を見学することができる。アポロ1号の司令船は一般に公開されたことは一度もない。事故の後、司令船はロケットから取り外され、事故調査委員会の分解調査に供するために、ケネディ宇宙センターに運ばれた。 調査終了後は、バージニア州ハンプトンのラングレー研究所に運ばれ、倉庫の中で厳重に保管されている。2007年2月17日、CM-012 は、およそ30メートル離れたところにある、新たに作られた空調設備の整った倉庫に移管された。このわずか数週間前、グリソムの弟ローエルは、CM-012 を34番発射台やとの、 下に永久に埋葬してはどうかと提案していた。2010年9月、インディアナ州ペルーのグリソム級有基地の近くにあるグリソム航空博物館はアポロ1号の指令船を展示する許可を願い出た。ありがとうございます。